gravity. It's too cold. ほら見て見てこの。こっからやんな。ほらロッカー綺麗にしてる。人工知能のロッカーも綺麗にしてる。お前なんこれ。やばいやろ。やば。ずっとこれ。マジ綺麗にしてる。一番綺麗な人は誰ですかロッカー。あ、まあ僕のこの中っすから。中の。4連中。ありがとう。このオーガナイズされたこの中。やばい。さ、誰から見られても綺麗と思われるように綺麗にしよう。よし、これで完璧かな。いろんな体型の選手たちが一つのチームでやってるじゃないですか。あれあたりは他にないスポーツですよね。それはね。だってレン君がレギュラーになれると思います。普通のスポーツでみんなでかいのばっかりですよ。何が食べるか全然受けた。よくそナイスダメ。お願いします。Oh, what beautiful weather! What beautiful weather! いい天気ね。はい、ナイス。声よ、ライ声よ。今日は着るじゃないですか。それが普通じゃないですか。こう着るからあいつ。でも今のところこれ俺だけ。冬でまくってるから。10 lines. Oh, how do you say 10 lines? So, なんかよくわかんないですよね。暑い国のはずなのに寒さに強いですよね。楽しみです。試合は緊張はしないです。もう早く始まりたい。試合前は緊張しない？緊張しない。俺マジ緊張しやから慣れないっす。試合慣れたら終わりやだと思う。違いないっすね。そう、いつまでも緊張しときた。めっちゃ小さい。マジでいつも試合前早く終わってほしいっす。楽になりたくて。試合前とかに、まあ、ちょっとこのなんか変な、なんかずっともやもやする感じあるじゃないですか、試合前って。緊張とかホテルとか全部ミーティング前とか、もう本当そういうのにあんまり好きじゃないんで、本当試合終わった瞬間ピピーって終わった瞬間が一番楽しいです。やっててよかったってこの解放感が楽しいです。めちゃめちゃ行きます。さあ、You guys look good, eh? Where's Liam? Mono が低い。だから机もちっちゃいです。小学校の時は机ちっちゃかったですし、大きいやつ座っててもちっちゃいなと思ってました。帰り電車。電車全部低いから。一席空いても座りに行かないですよ。
ためらう。だから釣り革離されると怖いですね。ちょうど顔に当たって釣り革が。I saw fit through the door, a bit of spice there. Every now and again I've got a duck to get through a doorway. Well, it's always great to stand in the huddle next to Tuck and some of the other guys, because I feel quite tall with them. Team としてじゃなく、because なぜかというと、if we play away, 今何センチ？僕今66です。うわ、負けた。65。ちっちゃいっす。ムカつくない。うわ、ムカついたあれ。僕とこれセーブサイズですか？一緒だ。あ、本当三倍ぐらいある本当。でかっ。持ってし。イズイとかだってこれが僕たちだとしたら、イズイだったらボールこんぐらい手に対してですよ。いやそうよね。そう。そうマジでだってこんぐらい飛ぶね。全然違う。本当に違います。俺らからしたら。だからオフロードとかだってね。簡単でしょ。できないもん。できない。結構きつい。もう真ん中らへんとか結構きついです。いけるけど。いけるけどやろ。危ない。手がすげえなお前。No, no, you know who got a big tent? I know. Damn. Oh shit. Same. It's cute, eh? Easy. You got two sizes going down, man. チャイナも十分でかいから、いつもスローインで肩で取るから、チャイナ。手ちっちゃいと肩で取れない。はいはい、どんどんどん行こう。黒くて足何センチ？23。嘘つけ。嘘つくな。嘘つくな。23。23をひっくり返してください。はい、ありがとう。ひっくりやっと。はい、こっちこっち。あれあれ。誰が女子や？25.5。いや一緒や。いやいや点五や。やめよそういう。だから身長伸びるって言われてきた。 25.5 やけど、あの店とかで測ったら 4.5 とか5とかみたいな感じ言われるよ。30センチ定規つけて走ってる。すごいな。ほんまにやばい。なんかすごいよなマジで。腕だ。そうですね。ちょっと今すで汚いからちょっと。ふくらはぎ太すぎてね。ふくらはぎはいつから太かったんですか。生まれた時。生まれた時。マジでなんでこんな太いんだよ。よっしゃ。大杉からもらった小西がもう一気に持っていきました。なんかやっぱこうできる人ができない人をカバーするみたいなところはめちゃくちゃあると思う。この人がどこまでできてどこまでできへんくて どこが得意でどこがうまく、あの それが分からないと。僕みたいに足遅い選手やったらキックチェイスでバーってこう揃えるときに、例えば僕がディフェンス例えば苦手で例えばこう他の人より前があまり外で守れなくても俺ここにいるから例えばここ合わせてとか、こいつが横に例えばバックスがいるからちょっと広げても大丈夫とか。ラグビーは割とそういうのがこう重なって
になるんで、こうなんか1個の丸で自分の守備範囲を表したら1人ちっちゃくてもその円さえ重なってれば止めれるみたいな。確かに、でも1人行かれても致命傷になりにくいかもしれないですね、スポーツ的には。はい、これは誰、まあ今、1つ、これは誰、ほんと手っちゃいな。